ニュースキャスト。こんにちは。はい、昼のニュースの時間がやってまいりました。昨夜、午前9時30分に熊野プーさんに似た人物がおったという情報が入ってまいりました。その熊野プーさんの人物は、身長痩せ型140となっておりますですね。これは、専門家、で VTR ですかね、ニュースキャスターと一緒にね VTR をね、聞き込み調査に参りました。そちらの方もご覧ください。そうなんですか。そうなんですか。そうね、熊野プーさんが、それは知りませんでした。歩いとったよ。熊野プーさんが街の中歩いとったんですよ。びっくりしました。俺びっくりしました。見てないんですけど、なんか窓からなんか声っていう、なんか気合が聞こえたっていうか、なんか最初はなんか気のせいでしたけど、なんか後からズタズタっていう足音とか聞こえたんですよ。僕もあんまり見てないんですけど、やっぱり怖かったですね。なんか本当に熊野プーさんらしきものがあって、びっくりするぐらいね。なんか怖いですね。怖いね。びっくりしました。もう 何が何だか。カラパッパーですね。カラパッパー。熊野プーさん街中歩いた。おかしい話ですね、これ。別にね、こんな感じなんですけど。やっぱり、熊野プーさんらしきものが、まあ、見かけた人物っていうのは、ほとんどいないですからね。アニメの熊野プーさんらしきかなと思って見たんですけど、全然違うっていう、気配が大きかったっていう、ちっちゃかったっていう、なんか、足音がもうズタズタ、ズル、ズル、ズルっていう音が聞こえたんで、びっくりしました。もう僕も、何していいんか、ありがとうございました。やっぱり熊野らしきの人物が歩いたという情報は何も入ってこなかったですね。ただなんか夢かと思われる人も一見おりました。で続いてのニュースですね。続いてのニュース、鼻毛2本取れた。今日で鼻毛2本取れた。はい、先日、あ、これ、あ、先日、鼻毛の脱毛してから、抜いた人が発見おります。あー、これはよく聞けるパターンですね。これも、ニュースキャスターと一緒に、足を運んで、情報をつかみに行きました。そちら、この VTR です。どうぞ。はは、鼻毛ですか。あ、鼻毛は僕も楽しいですよ。鼻毛1個取ってみてください。はい、何言ってんの？お前バカじゃねえ。鼻毛1個取れ。鼻毛。あっ、痛い。1個取れた。ほんの1個取れた。1個取れた。お前取れるか？お前取れんの？俺にやらすな。もう一回取って。もう一回取って。鼻毛、鼻毛。あ、痛い痛い。鼻毛取れた。シュパッ。鼻毛、落ちかった。ねえ、なに？ただ鼻毛を取りに、俺の鼻毛を取るに見せかけてきたのか。あ、じゃあ、鼻毛を取るっていう人物。ああ、知らんな、俺。知らんねえ。やっぱり、鼻毛っていうのは脱毛クリニックであり、電話すれば出てくるんじゃないか、その鼻毛っていうのは。鼻毛ぽいぽいよって出てくるんじゃないか、鼻毛。で、お前一回やってみ、お前面白いで。やらんのんかい、やらんのんかい。じゃあなんで俺に聞くねん、俺知らんって。じゃあなんで俺に聞くねん、鼻毛の脱毛って。なんでキャスターを。鼻毛はそんなにおもろいですか。
ですね。ありがとうございました。僕もね、鼻毛を一回取ってみたいと思います。あ、いてて。じゃあ、続いての、ニュースですね。あ、質問です。こっからね、まあ、質問ですね。最近悩んだことが一つあります。告白するときに何て言えばいいでしょうか。ですが、告白ね、僕も経験したことあるんですけど、やっぱり付き合ってくださいとか、ハリー・ダーリン付き合ってくれ、一緒のお願いだからさとかいいし、ハリー付き合ってくれといいし、いっぱいまあ付き合うっていう、まあ、自分的な個人のオリジナルでもいいですよ、やっぱり。はい、まあ早速ね、ね、明日もいい天気になればいいですかね、専門家さん。やっぱり鼻毛って取るとき痛くないんですかね、鼻毛、あの鼻毛って、鼻毛取るときに痛くないんですかね。僕痛かったんですよ。でさっきの VTR の人って鼻毛食べてましたよね。鼻毛そんな美味しいんですかね。さっきの VTR の人鼻毛食べてたよね。そんな美味しいんですかね、鼻毛って。いや、時間がやってまいりました。これニュース、昼のニュースのお伝えでした。